ここまで来たか、懲りない奴らだ。まあ良いではないか。せっかくだからそこで見物していくが良い。わしが神となる瞬間を。よく見ておけ。これがマナの剣の最後だ。マナの剣が貴様たちが倒した全ての神獣の負の力が暗黒剣となったこのマナの剣に蓄積されていたのだ。その負の力しかとこの竜帝が受け取った。おめでとうございます。これでついに竜帝様はマナの女神を超えた存在、超神として生まれ変わられるのですね。竜帝様、苦しい。何かがわしの邪魔をしている。これは聖域のマナの女神。おのれ、くたばり損ない目がまだ生きておったか。よし、望み通りマナの木を切り倒して女神の息の根を止めてやる。マナの聖域に向かうぞ。竜帝様は一足先にお迎えください。私はこいつらを始末してすぐに参ります。うん、遅れるな。何よ、あんたなんかに負けないからね。お母様を陰で操ってアルテナをあんなにしたなんて許せない。あんたみたいなやつに魔法を使う資格はない。よかろう。闇の魔力の前に自分がいかに無力であるか思い知ることになろう。行くぞ。使えるようになったから、そんなことをするなんて。あなたも私と同じように竜帝様に忠誠を誓え、闇の魔力を与えてもらえますか、王子。ふざけないで。私はお母様、国のみんなに喜んでもらいたかったから。役に魔法を覚えたかったのよ。今のあんたアルテナどころか世界をめちゃくちゃにしているじゃない。そんな魔法の力なら力願い下げよう。なるほど、あなた何もできない無力な王女。哀れくこの魔力の中で生きるのよ。女王と同じ操り人形として生かしてやろう。させないわよ。借り物の力には絶対に負けるわけにはいかない。私の魔法であんたの魔力を消し飛ばしてやる。どうだ、こっちを取られる。
私はここだ。死ね。まだまだよ。私はここだ。私を捕らえられる。避けちゃダメよ。逃がしはしない。私はここだ。逃がしはしない。闇の魔力を見るがいい。これどうだ。その程度。私はここだ。やるな。私を捕らえられ。私はここだ。そうだよ。逃がしはしない。捕らえられるかな。私はここだ。私はここだ。
私はここだぞ。精霊、私はここだぞ。私を捕らえられるか。その程度。私の邪魔をするな。私はここ、私はここだぞ。その程度。私はここだぞ。まだまだいい。闇の前を見るがいい。どうだ。私はここだぞ。どこまで耐えられるかな。どうだ。闇の魔力を見るがいい。どうだ。私を捕らえられる。その程度か。レインボーサイト。オーケー、任せな。まだまだ。私はこいつで。ここだぞ。私はここだぞ。私を捕らえられる。私はここだぞ。どうだ。その程度か。死ね。やるな。どうだ。まだまだ危ないで。やるな。私はここだ。まだまだよ。私を捕らえられる。闇の魔力を見るがいい。危ないで。耐えられるかな。その程度。闇の魔力を見るがいい。私はここだぞ。そうだよ、邪魔をするな。まだまだよ。ここまで耐えられるかな。やるな。私はここだぞ。油断したね。こいつで。私を捕らえられるか。私はここだぞ。どうだ。やるな。これでも食らいなさい。闇の魔力を見るがいい。油断した。まだまだよ。私の邪魔をするな。やるな。その程度か。どうだ。私を捕らえられる。お姉様から授かった魔力を味わえ。どうしなさい。
断したか。お願い、当たって。どうだ、こりゃ闇の魔力。やるな、どこまで耐えられるかな。まだまだ行こう。どきなさい。どうだ、私を捕らえられる。私はここだ。闇の魔力を見るがいい。私はここだ。その程度。私はここだ。私はここだ。どうだ。そんなバカな、この私が負けるとは。竜帝様に授かった闇の魔力が、まだまだこれからだ。さあもう一度。諦めなさい。そんな体で戦えるはずないじゃない。さあお母様を返しなさい。かつて私は魔法をどうしても使うことができずに苦しみ、いたたまれなくなってアルテナから逃げるように旅立った。旅の途中ふと立ち寄ったこのドラゴンズホールで、昔フォルセナの黄金の騎士との相打ちによって命を失ったと言われていた竜帝様の死体を発見したのだ。するとどうだ、竜帝様の死体は私の心に話しかけてきた。取引をしようと。そして我が命を半分捧げることにより竜帝様から強大な闇の魔力を授かったのだ。しかし私の命半分では竜帝様の完全復活には程遠い。竜帝様はマナの剣によって一気に神獣たちの力をも手に入れ、完全体となられようとしたのだ。竜帝様は間もなく完全体となられるだろう。だが私は命も半分しかなく、今また闇の魔力においても完全でないことが分かった。もうこれ以上生きていても仕方がない。謝ったことはやめなさいよ。生きていればきっといいことが待ってるはずよ。未来を信じなさい。ありがとうよアンジェラ。なんてこと、バカ。闇の力が彼を狂わせたのね。さあ時間がないよ、急いでマナの聖域に戻って。マナの女神様が危ない。マナの木が倒れてしまったらもう二度とマナは戻らない。マナの剣は失われてしまったけど、なんとかしなくちゃ。マナの女神様を救って。